はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日は新しい新給付金の情報、名前がついたことと申請方法など詳細情報が出ましたので、動画の方で解説していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はいそれでは給付金の速報。今回の給付金のネーミング、名前が決まりました。事業復活支援金と言います。これについて詳細情報が出てきましたので、説明していきたいと思います。 本日の内容です。事業復活支援金とは、そして給付対象について解説をしてから、給付額について、そして申請書類について情報が出ましたので、こちら解説して、申請方法について、そして最後まとめ、このような流れで本日は行きますので、よろしくお願いします。はい、それでは事業復活支援金っていうのは、まずそもそもどういう支援金なのかと言いますと、新型コロナウイルスにより、事業の影響を受け、 売上が減少。そんな中小企業や個人事業主に対して事業の継続回復支援をするための支援金、給付金になります。次に給付対象です。どうやって給付の対象になるかを判断するかと言いますと2021年の11月から2022年3月これはいずれかの月の売上で OK です。 30%以上減少している。または50%以上減少している。業種や地域は問いません。今回の給付金はこの30%以上減少するのでも該当するというところがポイントになります。 そして、この30%減少なのか50%減少なのかによって、この減少率によって給付金額も変わってきます。そしてもう一つのポイントとしては、中小企業と個人事業主でも給付金額が変わります。この2つの点から給付金額が変わるということを覚えておいてください。次のスライドでもう少し詳しく解説をします。 はい。給付額についてです。こちらは年間売上と売上の減少率、この2つのもので判断をします。まず、中小企業からいきますね。先ほど言ったように50%減しているのか、それとも30%減なのかによって最大もらえる給付金額が変わってきます。中小企業の場合は年間売上も考慮して給付額を判断します。 順番に解説していきますね。1億円未満の場合、これは年間売り上げですね。年間売り上げが1億未満の場合、50%減少していたら最大100万円。30%減に該当する場合は最大150万円。そして年間売り上げが1億円から5億円内での会社は50、50%減の場合には最大150万円。 30%減の場合は、これ未定なんで、まだちょっと数字が出てないんですけど、まあ、90万円ぐらいじゃないかというような噂が出ているようです。そして次、5億円以上。年間売上が5億円以上の中小企業の場合、50%減していれば最大250万円。30%減の場合は、こちらも未定なんですけど、60万円ぐらいではないかという噂が出ております。 この辺金額ね、また詳細出てきますし、変更あるかと思いますので、今後の情報をチェックしてみてください。はい、次は個人事業主の場合の寄付額についてです。個人事業主の場合は、中小企業のように年間売上は関係なく、一律ですね、50%減の場合は最大50万円、30%減の場合は最大30万円が寄付される。 このように、給付額は、この年間売上と売上の減少率によって金額が変動してくるというふうなポイントになります。はい。それでは次に申請書類について、スライドで解説していきます。申請書類についてです。まず、確定申告書。まあ、これはね、今までのね、給付金でももう散々皆さん出してると思うので、比較する月の年の確定申告書が必要となります。 そして、売上台帳ですね。これも売上がどれだけ減少しているかの証拠になりますので出す必要があります。そして、本人確認書類の写し、通帳の写し、そしてその他必要と認める書類が必要となります。ですので、ね、これらの書類該当するんじゃないかなという方は、今からスムーズに申請できて、給付をもらえるように準備しておく必要があるかと思います。 そしてもう一つポイントなんですけど、不正防止のために今回も登録期間により事前確認があるようです。そして次に申請方法について解説します。基本的には電子申請となります。要は今までのようにホームページ上から入っていってログインをしていき、必要な書類を添付していき送信するというような流れになるかと思います。 そんで、もしね、その、電子送信、ホームページからできないよっていう方には、おそらく、このサポート会場の設置っていうのが要件に入っておりましたので、サポート会場が設置されると思います。これは、各都道府県に原則1会場以上は設置するように、というふうに指示がありました。そして、人口に応じて複数設置予定です。サポート会場ではね、どういうことをするのかといいますと、まあ、申請内容を確認して、入力の補助や申請の補助をしてくれるようです。 ですのでね、し、電子申請だけなんじゃないのって言って心配してる方はご安心ください。やはりね、でもね、給付の手続きがやっぱ早いのはこの電子申請になるかと思います。はい、最後まとめです。このね、申請のホームページや申請のスタート日っていうのはこれから情報が出てきます。詳細はこれからですので、皆さん、情報をしっかりとチェックしておきましょう。 そして2つ目なんですけど申請の受付から2週間以内に給付をするという目標を掲げているようですですので比較的申請したら多分電子申請の場合だと思うんですけど申請したら2週間前後で給付金が振り込まれるのではないかというふうに思っておいていただければいいんじゃないかなはい3つ目です該当しししそううな方は書類の準備をしましょうこれねスムーズに申請と給付をするために今からね何をしとけばいいかというと、まあ、結局は経理をしたりとか、まあ、今年度の売り上げを把握しないと比較できませんので で50%以上減少しててるるののかか30%減少してるのか隠しようと思ったら結局計量しておかないとスムーズな申請給付はできないと思っていてくださいですので該当するんじゃないかなという方は早めにに準備に取りり掛かりま,しょうまた新しい情報が出ましたら動画の方でまとめたいと思いますので是非チャンネル登録の方よろしくお願いします。 というように、私は個人事業やフリーランスの方に役立つような情報を動画で投稿していっています。チャンネル登録の方、ぜひお願いします。また、感想、コメントやグッドボタン、高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。その他、SNS はインスタグラム、ツイッター、r TikTok とやってます。インスタグラムはフォロワーが1万人、TikTok はフォロワーが5.6万人になっておりますので、ぜひそちらの方も概要欄から飛べるようにしておきますので、合わせてチェックしてみてください。そしてもう一つ、税理士川南のオンラインサロンを運営しています。 メリットがありまして一つ目がオンライン上で税理士を味方につけるということで。質問相談をオンライン上ですることができます。顧問料金に比べたらね、10分の1程度の料金で税理士をオンライン上に味方につけれるのが一つ目のメリット。二つ目、定期的にサロンズームを開催しています。サロン上でね、メンバーと情報交換、また私に対して質問や相談をすることができるので好評です。そして三つ目、税理士の裏側を公開しています。私が SNS を使ってどうやって集客をしているのか、TikTok や YouTube の裏側、もしくは新しい税金上 情報ビジネスに関する情報はオンラインサロンのみだけに投げておりますのでぜひ皆様詳しくは概要欄の URL から飛べますのでね気になるなという方はぜひチェックしてみてください入会お待ちしております皆さんほとんどの方が YouTube から入会してくださるのでね知らない人がいないからどうしようというふうには思わなくて大丈夫ですはいもう一つです私は本を出版します自営業向けフリーランス向けの q a 形式でここだけは必要な抑えるべきポイント経理税金のポイントをギュッと詰め込んだ本 を出版する予定です。2022年の1月に出版予定ですので、ぜひ皆さんそちらの方、また Amazon 予約と始まったらお知らせしますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。